掛川市危機管理課の鈴木と申します。ただいまから土砂災害防止の講座を始めさせていただきます。まずは土砂災害とはについて説明します。この図にありますように、土砂災害というのは土石流災害、地滑り災害、崖崩れ災害、火山災害など土砂の移動現象によって人命、財産に被害が及ぶものを言います。原因となるのは降雨によるものが最も多く、地震でも雪解けによっても発生します。特徴としては局所的かつ突発的に発生するため予想が難しいことが挙げられます。土砂災害は大きく分けて土石流、地滑り、崖崩れの3つの現象があります。1つ目に土石流です。山で大雨が降ると沢に沿って山の土砂を削りながら土砂が一気に流れてくるものを土石流と言います。土石流は非常に速く、時速40キロくらいとも言われています。これは車の走る速さと同じくらいなので、現象が起きてから逃げるのは難しいです。また沢に沿って直線的に流れてくるので、直角方向に逃げることを心がけてください。2つ目に地滑りです。雨が山に染み込み、地面が大きな塊のままゆっくりと下の方に滑っていき、大量の土砂が流出します。この現象は時間をかけてゆっくりと動くので、普段では気づかないことが多いのですが、大雨や地震などで急にスピードを上げて1日2メートルくらい動くこともあります。広い範囲の土が固まって動くので、道路が分断されたり家が飲み込まれる危険があります。3つ目に崖崩れです。大雨などで地中に水が染み込むことで崖が崩れることです。地震によって急に山が崩れ落ちることもあります。崖の土が突然崩れるので、崖崩れが起こってからではほとんど逃げることができません。山の斜面の傾きが30度以上の崖は要注意です。崖にひびが入っていたり湧き水が多い崖も危険なところです。次に土砂災害から自分の身を守る手段をお話ししていきたいと思います。住んでいる地域の危険な箇所の確認です。まずは自分の家や家の周りが土砂災害の危険性があるかどうか確認していただきたいと思います。静岡県では土砂災害により生命や財産に被害の恐れのある場所を危険性に応じてイエローゾーンの警戒区域とレッドゾーンの特別警戒区域に指定し、皆さんにお知らせしています。警戒区域が自分の家の周りにあるかどうかを確認します。掛川市防災ガイドブックを見ながら家庭で話し合いをしてください。この色分けした地図をハザードマップと言います。ハザードマップは防災ガイドブック内に掲載されていますので、ぜひご自宅付近に危険な箇所があるのかについて調べてみてください。土砂災害から身を守るための備え、土砂災害警戒情報を活用した早めの避難についてです。土砂災害警戒情報という言葉をご存知でしょうか。この情報は土砂災害の危険性が高まった時に静岡地方気象台が発表する情報です。この情報が発表された際には掛川市から避難に関する情報が発表される可能性がありますので、避難の準備または避難をするようにしてください。
こちらは他の気象情報との関係と位置づけを示した図です。雨が降り続き、大雨注意報、大雨警報が発表されるなどして土砂災害の危険性が高まっていくと、土砂災害警戒情報が発表されます。土砂災害から身を守るための備え、避難の仕方を知り、具体的な避難計画を検討します。避難の基本は、あらかじめ定めた避難場所に速やかに避難することです。避難するタイミングとしては、土砂災害警戒情報が発表されたら警戒区域の住民のみ避難してください。避難場所の優先順位は、最初に親戚・知人宅、次に地区の公会堂など、そして最後に広域避難所になります。しかし豪雨時や夜間等危険と判断した場合には、近隣の頑丈な建物の高層階に移動することも有効です。そういった避難が難しい場合は、自宅の2階以上の崖から離れた少しでも安全な場所へ移動する避難もあります。あらかじめハザードマップなどで避難場所や避難経路を確認しておき、夜間や豪雨になる前に早めに避難することを心がけましょう。最後にまとめです。過去に土砂災害の被害に遭った人たちからは、土砂災害を意識してなかった、過去に被災経験がなかったため今回も大丈夫だと思ったなどの意見が多くあります。これまで自分の周辺で土砂災害が発生した経験がない場合には、このように考えても仕方ないかもしれません。しかし現実として、毎年全国各地では多くの土砂災害が発生し、お亡くなりになる方もいます。自分や家族の大切な命を救うため、避難することを最優先で考える習慣をぜひ身につけてください。土砂災害から適切な避難を可能にするには、避難を可能にする事前準備が非常に重要です。 1. 自分の住んでいる土地の状況を知る。 2. 避難するタイミングを知る。 3. 避難する場所と避難の経路を知る。 4. 避難訓練の参加による模擬避難の実施。これらに注意し、日頃の備えをしていきましょう。以上で掛川市土砂災害防止の講座を終わります。